10円。大学一回生の春、休日に僕は自転車で街に出ていた。まだその新しい街に慣れていない頃で、古着屋など気の利いた店を知らない僕は、とりあえず中心街の大きな百貨店に入って、メンズ服などを物色し、うろうろしていた。そこのテナントの一つに、小さなペットショップがあって、何気なく立ち寄ってみると、見覚えのある人がハムスターのコーナーにいた。腰をかがめて、落ち着きのない小さな動物の動きを熱心に目で追いかけている。一瞬誰だったか思い出すことができなかったが、すぐついこの間、オフ会で会った人だとわかる。地元のオカルト系ネット掲示板に出入りをし始めた頃だった。彼女もこちらの視線に気がついたようで、顔を上げた。ああ、この間の。ああ、どうも。とりあえずそんな挨拶を交わしたが、彼女が人差し指を眉間に当てて。ああ、なんだっけ、ハンドルネーム。というので、僕は本名を名乗った。彼女のハンドルネームは、確か京介と言ったはずだ。少し年上で、背が高い女性だった。買い物か？と聞いてくるので、見ているだけですと答えると、ちょっと付き合わないかって言われた。ドキドキした。男から見てもかっこよくて、一緒に歩いているだけで、なんだか自慢げな気持ちになるような、そんな人だったから。はいとは答えたものの、ちょっと待て、と手で制され、僕は彼女が納得いくまで、ハムスターを観察するのを待つ羽目になった。変な人だなって思った。京介さんは、喉が渇いたな、と言って、百貨店内の喫茶店に僕を連れて行った。向かい合って席に座って、先日のオフ会で僕が被った恐怖体験のことをしばし語り合った。気さくな雰囲気の人ではないが、聞き上手というのか、そのサバサバとした相槌に、こちらの言いたいことがスムーズに流れ出るような、そんな感じだった。けれど僕は、彼女の表情に、ふとした瞬間に浮かぶ影のようなものを感じて、それが会話の微妙な違和感になっていった。話が途切れて、二人とも自分の飲み物に手を伸ばす。急に、周囲の雑音が大きくなった気がした。もともと人見知りする方で、こういう緊張感に耐えられないたちの僕は、なんとか話題を探そうと頭を働かせた。そして、特に深い考えもなく、こんなことを口走った。僕、霊感が強い方なんですけど、このビルに入った時から、なんか首筋がチリチリとして、変な感じなんですよね。出まかせだった。オカルトが好きな人なら、こういう話には乗ってくるんじゃないか、という、ただそれだけの意図だった。ところが、京介さんの目が細くなって、急に引き締まったような顔をした。そうか。何か、まずいことを言っただろうかと、不安になった。この辺りは、と、コーヒーを置いて、口を開く。この辺りは、戦時中に激しい空襲があったんだ。B-29 の編隊が空を覆って、焼夷弾から逃れて、この店の地下に逃げ込んだ人たちが大勢いたんだけど、煙と炎に巻かれて、逃げ場もなくなって、みんな、淡々と語るその口調には、
避難めいたものも、好奇も、怒りもなかった。ただ語ることに真摯だった。僕はその時、この女性が地元の生まれだということが分かった。まだ夜も明けない時間だったそうだ。そう言って、再びカップに手を伸ばす。後悔した。無責任なことを言うんじゃなかった。情けなくて気がめいった。京介さんはしばし天井のあたりに視線を漂わせていたが、僕の様子を見て、おい、と身を乗り出した。そして、元気出せ少年、と笑って、いいもの見せてやるから、とジーンズのポケットを探り始めた。なんだろうと思う僕の目の前で、京介さんは黒い財布を取り出して、中から硬貨を一枚出してテーブルの上に置いた。十円玉だった。何の変哲もないように見える。うなずくので手に取ってみると、表には何もないが、十と書いてある裏面を返すと、そこには見慣れない模様があった。昭和五十何年と刻印されているその下に何か鋭利なもので付けられたとおぼしき傷があったんだ。小さくて見えづらいけど K&C と読める。これは？と聞くと私が掘ったという。それはいけないことなんじゃないかと思ったんだが突っ込まなかった。高一だったかな。15歳だったから、何年前だ。6年くらいかな。高校で友達とコックリさんをしたんだよ。自分たちは、霊魂様って呼んでいたけど。それで、使い終わった10円をさ、持っていちゃダメっていう話、聞いたことあると思うけど。私たちの間でも、すぐ使わなきゃいけないっていう話になって、確かパン屋でジュースか何かを買ったんだよ。僕も経験がある。僕の場合は、コックリさんで使った紙も近くの稲荷で燃やしたりした。使う前に、ちょっとしたいたずらを考えたんだ。その頃流行っていた噂に、そうして使った10円が、何度も自分の手元に帰ってくる、そんな怪談があった。でもどうして、その十円が自分が使ったやつだってわかるんだろう。常々疑問だったんだ。だから帰ってきたらわかるように、サインをしたんだ。それが、ここにあるということは。そう。そんなことがあったなんて完璧に忘れていたのに、帰ってきたんだよ、今頃。4日前にコンビニでもらったお釣りの中に変な傷がついている10円玉があると思ったら、まさしくその霊魂様で使用した10円玉だったのだという。微妙だ、と思った。10円玉が世間に何枚流通しているのかは知らないけど、所詮同じ市内の出来事だ。僕らは毎日のようにお金のやり取りをしている。6年も経てば、一度くらい同じ効果が手元に来ることもあるだろう。普段は10円玉なんてものを答えとしては考えていないから意識していないだけで、案外、ままあることなのかもしれない。ただ確かに、そのいわくがついた十円玉が、というところは奇妙ではある。どこで使われて、何人の人が使って、私のところまで戻ってきたんだろうな。感慨深げに、京介さんは十円玉を照明にかざす。
僕はなぜか救われたような気持ちになった。喫茶店を出るとき、おごってやるという京介さんに恐縮しつつも、お言葉に甘えようと構えていると、目を疑う光景を見た。レジでその十円玉を使おうとしていたのだ。ちょっとちょっと、と止めようとする僕を制して、いいから、と京介さんは会計を済ませてしまった。ありがとうございました、とお辞儀をした店員には、どちらが払うかで揉める客のように見えたのかもしれない。歩きながら僕は、どうしてですか?と問いかけた。だって、そんな奇跡的な出来事の証なのだから。当然自分自身にとって、10円どころの価値ではない宝物になるはずなんだ。しかし京介さんは、また帰ってきたら面白いじゃないか、とあっさりと言い放った。聞くと、その十円玉が手元に戻ってきた時からそう決めていたのだという。ただ、十円を支払いに使う機会が今までたまたまなかったのだと。歩幅が僕よりも広い。少し早足で追いかける。その歩き方に迷いのない生き方をしてきた人だという、憧れとも尊敬ともつかない感情が湧き起こったのを覚えている。横について並んだとき、京介さんは思いついたように言った。おごる必要があったんだろうか。そんなことを今さら言われても困る。私の方が年上だけど、私は女で、そっちは男だ。ちょっと眉にしわを寄せて考えている。そして、哲学を語るような、真面目な口調で言うのである。あのコーヒーだけだと、十円玉は使わなかったはずなんだ。ここにオレンジジュースが加わって、初めて十円玉が出ていく金額になる。これは、ノーフェイトかもしれない。そんな言葉をつぶやいて、苦笑いを浮かべている。その意味はわからなかったけれど、彼女の口から踊るその言葉をとても綺麗だと思った。思えば、K&C と刻まれた十円玉が、京介さんの元へと帰ってきたのは、その後に起こった、厄介な出来事の兆しだったのかもしれない。